とことんやり込む、どうも、なおちんです。さあ今日もゼルダ無双をやっていきます。チャンネル登録高評価をよろしくお願いします。それでは行きましょう。今日はついにだね、 100% クリアが達成されます。ようやくこの 100% が全てのダンジョンのクリア、そしてハイラルクエストのクリアで 100% っていう風になるのよ。で、一番難しかったのがコログ集め。コログは難しかったね。でもストーリーでどれぐらいコログがあってどこを取ってないっていうのがこのマークでわかるようになったから、まあそれは楽だったかな。ブレスオブザワイルドの時はどこ取ってるのかいまいちわからなくて、しかもあれむちゃくちゃ多くて900個だったでしょ。なので今回のはまああれに比べれば楽だったかな。でも時間かかったよ。はい、まあとりあえず報酬もらいましょう。あんたなかなかやるね。ありがとう。来た、無双の勇者帽子と無双の勇者の服とズボンかな。ちょっと装備してみよう。いやー嬉しいね。どこにあるんだろう、後ろの方かな。あ、いやない、あった、無双の勇者服と、であった、無双の勇者ズボンで頭だね。無双の勇者帽子、おお、かっこいい。いいね、このマークが入ってるっていうのがいい。この息吹のね、勇者服も結構かっこいいんだけども、まあこの無双服いいね。 100% クリアした人にしかもらえないっていう超特別なやつゲットです。ではね、 100% にしてこの後何をするかっていろいろやることあるのよ。いろいろある。まず武器集め。武器集めは本当にね時間がかかるね。でさらにその武器の育成もかかる。一つの武器をレベルマックスにしようとすると2、3時間はかかるよね。それぐらい時間がかかるやつなので、俺ねここを今回ってる多彩なる脅威、ここってキャラを3体使えるのよ。3体で3体が4体ずつボスと戦います。なのでキャラクターの使い方も慣れてくるし、さらに武器も結構入手できるので、ここのクエストはなかなかおすすめです。もうほんとここ俺ヘビロテしてるね。ではまあとりあえず今育成中の甲賀様ウルボザシドかな、これちょっと使っていきます。それでは行きましょう。まずはウルボザからだね。ここのクエストだけども、あ、危ね、属性が炎と氷と雷に分かれてるのよ。なので、戦いやすい戦いにくいキャラがいると思うけども、まあそれに合わせてステージをね選んでいくといいと思うよ。でやるときには必ずイージーモードでやった方がいい。なぜかというと、まあ、出てくる装備品に変わりはないし、まあ、装備たくさん集めないとねレベルマックスにはならないから、何回も何回も行かなきゃいけないのよ。なのでイージーにして、もう何回も何回もね短時間で高速周回していった方が断然いいね。でそうだね、一人のキャラをマックスにするのどんくらいだろう。一人をマックスにするのは3時間ぐらいかな。3時間ぐらい。でもあれだよ、
1人のキャラって言ってもこれ3人でいっぺんにやるから3キャラ一気に武器がマックスになる、ここでやると。なので結構お得なクエストなんですね。他にも多分いくつかあると思うけどね。うん、1人をね集中してあげるのは別のところがいいんだけど、3人をいっぺんにあげるっていうのはここが一番おすすめ、一番早くあげれると思うし、キャラクターの練習だね。やっぱ一番はキャラクターの練習がここはすごくできる。いろんな敵が出てくるし、その敵と何回も何回も戦うから、このキャラクターの強さっていうのがよくわかるようになる。今回の無双はさ、弱いキャラっていないよね今のところ。だけども、もう全キャラ使ったよ、全キャラ使ってみたけど弱いキャラがね見当たらない今のところ。ああやられてる。全キャラね使えれば相当強くなる。まあ攻略サイトとかではユンボーとダルケルが結構くせ者だみたいに言われてるけど、意外と強いけどな、使ってると。意外と強い。まあそのねキャラクターの強さを発見するのもここは持ってこいじゃないかな。あ、このイワロック系はねあれだわ、戦いやすいキャラ、戦いにくいキャラがいる。こいつばかりは攻撃をね上の方にしないやつってちょっと弱点つきにくいから、それは戦いにくいね、こいつだけは。でもこいつぐらいじゃない、そういうのがあるのって。あとは普通に倒せるよね。はい終わり。じゃあ次甲賀様、よいしょ。甲賀様がね面白いよね、対抗戦の術が意外なほど強いっていう。でその開口戦の術を貯める時もなんかかわいい。対抗戦の術もう一気に削れるから気持ちいい。はい、まあここのクエスト3人一緒にね育成できるし簡単なんで、すごいおすすめです。はい、ということで今日はねついに 100% クリアしたってことでご報告でした。かなり時間がかかったよ。え、何時間ぐらいかかってる ?128 時間で30時間ちょっと体験版でやってるから、まあだいたい100時間かからないぐらいかな。それぐらいで行きました。コログ集めの前に武器集めとかもやってたので、まあ早い人は70時間とかそれぐらいで 100% いけるんじゃないですかね。で俺ちょっとね無限コンボ、あれ無限コンボって言っていいのかな、言っていいと思うけど、無限コンボを見つけたのよ。それも今度ねちょっと動画に出すので、はい、チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録、高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。